ートレースビアコ G2 第8回レディースオールスター予選最終日のシリーズ4日目、終盤戦に入ってからは準優1枠をめぐる攻防も注目の戦いとなります。水面上は9レース予選競争です。対戦メンバー1号艇佐賀大橋瑠璃香、2号艇滋賀遠藤恵美、3号艇長崎北村ねね、4号艇徳島西岡郁美、5号艇埼玉大豆生田葵、6号艇群馬桜本歩美です。インコースは1号艇の大橋瑠璃香、ここは好枠からシリーズ2勝目なるか。2コースは2号艇遠藤恵美、前半は4角まくりでシリーズ3勝目、ここ3着以上で予選トップが決まるとみられます。3コース3号艇北村ねねで、4コース角4号艇の西岡郁美、前半は逃げて特別戦初勝利勝ち取っています。5コース5号艇大豆生田葵、大外6コース6号艇桜本歩美、枠なり3対3、9レース予選競争。2号艇遠藤が人気最上位の存在、2番人気1号艇大橋、内枠両者上位人気の存在です。ホーム緩やかな追い風、9レース予選競争インから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。スロー3艇コースタート、インから1号艇大橋がトップスタート。1マーク逃げる1号艇大橋、2号艇遠藤、刺して3号艇北村がまくる、あとは5号艇の大豆田がまくり出してバックへ入っていますが、陰線押し切った1号艇大橋先頭、2番手は3号艇北村のうち2号艇遠藤、最内からは5号艇の大豆田、3艇での2番手争い、後方6号艇桜本、4号艇西岡、スタートは前提正常でした。1号艇大橋トップ、2番手争いは5号艇大豆田コーナー先手、差し返す2号艇の遠藤、あとは3号艇の北村続いてホームに折り返しています。1号艇大橋先頭、2番手2号艇遠藤、外5号艇の大豆田並んだ状況、あとは3号艇北村、6号艇桜本、4号艇西岡郁美、2周1マークです。1号艇大橋トップ、2番手争いは握って回る5号艇大豆田、うち受け止めるのは2号艇の遠藤、2番手争いは2号艇遠藤が一定心前に出ていきます。上位の体勢は1双子、4番手以降3号艇北村、6号艇桜本、4号艇西岡最後方で2周2マークの旋回。1号艇大橋トップで2周2マーク、2番手は2号艇の遠藤、うちを狙って5号艇大豆田ですが3番手、上位変わらず1双子、あとは6号艇の桜本、そして3号艇の北村がちょっと立ち往生という状況になっています。1ふた5の上位最終周回に入ります。1号艇大橋が陰線トップスタートから押し切って先頭、2番手争い競り勝った2号艇遠藤恵美、このまま行きますと予選トップが決まるとみられます。3番手は5号艇大豆田、上位の体勢は1ふた5、最終ターンマークに向かいます。1号艇大橋がシリーズ2勝目に向かいます。そして予選トップを勝ち取る2号艇地元遠藤恵美、3番手は5号艇大豆田、上位の体勢は1ふた5で9レースまもなくゴールです。先頭1番大橋五輪、2番手2番遠藤五輪、3番手5番大豆田五輪、4番手6番桜本、5番手4番西岡郁美、そして3番北村ねねが今最終ターンマークから最後の直線コースへ入っていくところです。2周2マーク少々立ち往生するような動きもありました。3号艇北村ゴールまで残り 40m ほど、ラスト3番北村五輪です。以上第9レース予選競争でした。